見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。衆院選では自民党が61議席を獲得し、絶対安定多数を獲得。岸田内閣も11月8日より本格的に動き出した。早速問題となっているのが、18歳以下のすべての子供に対する一律10万円給付だ。そもそも公明党が選挙で掲げていた公約だが、とにかく評判が悪いのだ。アスタリスクアスタリスクアスタリスク。選挙期間中、公明党の山口那津男代表は、繰り返しこう訴えていた。ダブルコート未来応援給付を提案しております。未来応援給付を訴えております。未来応援給付をやります。18歳以下の子供を対象に、所得制限なしで現金10万円を一律給付するというものだ。対象となるのは約万人。対象が絞られているからばらまきではないと主張する公明党議員もいるが、実現すればざっと兆円がかかることになる。公明党の HP を除くと、子育て、教育こそ希望、との文字が対象。さらに、いよいよ始まる、3つの教育無償化、結党以来50年余の積み重ねが結実、として、幼児教育、私立高校、高等教育の無償化は、公明党が成し遂げたとしている。これに加えて、18歳以下の一律10万円給付というわけだ。SNS での評判は散々だ。新興県の二の舞。介護、病気、子供がいる家庭よりもっともっと切実に困っている人は数えきれないほどいます。例えば3歳の子供に給付金出してが回りますか。子供に罪はないけれど、子供以外にも守るべき存在は社会に溢れていると思います。0年生まれの19歳は昨年の18歳以上の学生への給付金もいただけず、今年の18歳以下にもまたもや含まれない。この0年生まれだけ年連続10万円がいただけない。ここの学年だけ損をしてます。19歳も学費や教材、かなりかかります。この学年にも出してあげてほしいです。給付金は借金から出るのですよね。よもやその借金はこれからの若い世代が負担することにならないでしょうね。支給した金は庶民からの税金ではなく、公明党が独自に負担してくれるのですよね。給付って我々高齢者は嬉しいですが、いつものように次世代に付けを回す意味のないばらまきですね。公明党が提案したという年齢制限の現金給付は小渕政権の振興券の二の舞だよな。小渕政権の振興券も麻生政権の定額給付金も公明党がねじ込んだ。これまでも公明党は、振興券や給付金といった評判の悪い公約を掲げてきた。誰がそんな政策を考えるのか。元公明党参議院議員で東副幹事長も務めた福本純一氏に聞いた。